ガラホの例、au アクオス KSHF32 ガラホとは、スマートフォン用の OS や半導体部品を転用して、開発された、日本国内向けフィーチャーフォンの一種を指す、心臓語。技術基盤は、スマートフォンと共通であっても、機能仕様設計の大部分は、ガラホの想定利用ユーザーのために、操作性も考慮して、従来のフィーチャーフォンに準じているか若干の拡張に、止まり、 機能が最低限に絞り込まれている点が特徴である。ガラケースマホを語源とするが、発売初期の累予曲折、五感などからガラケー型スマホなどと誤解されることも少なくない。また、日本独特の機能を搭載したスマートフォンを指すガラパゴススマートフォン、並びにその中でも形状をフィーチャーフォンに似せた製品群スマート携帯との混同も多い。そのためか、 フィーチャーフォンの一種であることを強調して、新型柄系や、使用されている OS の名前を関して、Android 柄系などと呼ばれることもある。混同されやすい3つの語を簡潔に区別すると、ということである。さらに、Android、フィーチャーフォンには、Android 搭載のフィーチャーフォンがすべて含まれている。日本独特の、ガラパゴス形態機能を必ずしも含んでいるとは、限らない。なお、 ガラホという単語は KDDI によって商標登録されているため他社が取り扱う類似端末は厳密にはガラホに当てはまらないが便宜上この記事に包括して記載する。登場の背景には従来型フィーチャーフォンで使用されていた独自 OS の開発停滞とそれらに対応するチップセットや CPU といった半導体部品の製造終了による枯渇機器などで 新機種の開発が困難になるといった事情がある。また、こうした事情から第3.9世代移動通信システム以降への対応が難しくなり、第3世代移動通信システムの終焉後にフィーチャーフォン需要を満たせなくなることも懸念されていた。そうした事情は、KDDI、沖縄セルラー電話連合の au において特に顕著であり、同社が、また、 同社の従来型フィーチャーフォンで使用しているブルーも開発元である。こうした事情から日本の大手キャリアで最もフィーチャーフォンの LTE ウォルト対応が必要な状況に立たされている。かつてはフィーチャーフォンからスマートフォンへの移行を促す目的で日本独特の機能を搭載したガラパゴススマートフォンが市場に投入された。そのガラスマの中には 折りたたみ型やスライド型で天気付きというフィーチャーフォン風味の製品、スマート形態も存在した。その後ガラスマは定番化し合えて表記されることもなくなったが、スマ系は口実の通り失敗に終わった。そうした策を講じても、日本では今なおフィーチャーフォンの支持が根強く、大口の法人契約などを中心に契約数の50%近くを占めている。 スマートフォンへの移行が全く進んでいないわけではないが、2014年のようにフィーチャーフォンの出荷台数が微増に転じる年も出るなど、そのペースはかなり鈍化している。そのため、フィーチャーフォンの需要をしばらくは無視できないとの見方が強まっている。一方で個人のフィーチャーフォン利用者は、フィーチャーフォン向けサービスの終了が相次いだり、そもそも最初から、 フィーチャー本には対応していなかったり、E メールや今までの SNS に代わって、スマートフォン向けの新しい SNS がコミュニケーションの主流として対等する、ャマイナスに方式の通信に対応していなければ、閲覧できないサイトが出る、ある一定の行動において、スマホアプリの利用が必須であるなど、本人の意思に関わらず半ば強制される形で、スマートフォンへの移行を考えなくてはならない状況に、 立たされてしまっている。こうした状況に対応するため、従来型フィーチャーフォンに代わる新型フィーチャーフォンの開発に焦点が当てられることとなった。技術面をスマートフォンと共通化することで、OS の開発停滞や半導体部品の枯渇を回避するとともに、それをベースに無駄な機能を削減しシステムの回収を施す手法で開発された新型フィーチャーフォンがガラホである。 短所となった機種は2015年春に KDDI、沖縄セルラー電話連合が発売したシャープ製のアクオス KSHF31 である。正式名称は 4GLTE 形態といい、当初、ガラホは通称として KDDI が名付けたもの。なお、コラムニストの深澤茉が名付けた日本という故障が用いられることも、 一時期あったがこちらは全く定着せずに終わった。当初は KDDI 社内でもガラホをスマートフォンとフィーチャーフォンのどちらとして扱うべきか意見が割れていたらしく製品発表会ではガラケーの形をしたスマホイコールガラホと説明していた一方でメディアの取材に対して発表会関係者からネクストフィーチャーフォンと呼ぶ社員もいたことも明かされている。最終的に KDDI は shf31 をフィーチャーフォンとして販売することとなり、また通信方式が LTE、CPU がクワッドコア、テザリング機能の搭載などの特徴を持つ新型フィーチャーフォンとして自社の用語集に明記するなど、ガラホは正式にフィーチャーフォンの一種として落ち着いた。その後、これに続く形で他の大手通信キャリアも同様の設計の端末を ガラホとは名乗らない名称で発売するが各種の報道においては通称としてガラホと呼ばれることが多い。なお、これらの端末についてドコモは SP モード形態、ソフトバンクは 4G 形態及び通称として進化したガラケーを用いている。なお、同年10月にジュピターテレコムが MVNO への参入を発表した際は同社が折りたたみ型。 スマートフォンとして販売する端末がガラホとして報道され、同社が販売する端末の製造元である、LG エレクトロニクスもガラホイコール折りたたみ型スマートフォンであるかのような表現をしていたなど、メーカーや報道機関などの間では、ガラホという単語の雇用や解釈のズレンがしばしば見られ、発売前の KDDI 社内と同じ状況から、今も抜け切れていない模様である。 発売当初のガラホは話題こそ集めたものの、料金体系がスマートフォン用の高額な料金プランに若干の割引をつけた程度だったこともあって、売れ行きはかんばしくなかった。しかし2015年夏、この弱点をつく形で NTT ドコモが従来型フィーチャーフォンで提供中のキャップ制料金を携えて参入すると、KDDI も ドコモの料金プランの問題点を見抜いたかのように即座に対抗プランを打ち出すといった料金競争が始まった。またソフトバンクも両社に追随し2015年の秋からスマートフォンより割安で従来型フィーチャーフォンに近い料金プランで参入した。こうした料金競争は2016年の秋にも再び起こりスマートフォンで導入されていた5分以内の通話に限り 回数制限なしで利用できる制度を導入したり、データ通信プランの価格改定や新設などの応酬が繰り広げられた。さらに、MVNO としては、初となる、楽天モバイルによるガラホの取り扱いも発表された。これらの競争の結果、現在は、音声通話専用として、基本料金のみで契約したり、E メールなど、少量のパケット通信であれば、従来型フィーチャーフォンと 同程度の料金で利用することも可能となっている。この影響を受けてか一時は、KDDI とソフトバンクでは公式オンラインショップの人気機種ランキングで、各メーカーのスマートフォンと並んで、ガラホが上位に入るといった現象も起きており、従来型フィーチャーフォンのユーザーのニーズをつかむことに成功したとみられる。なお、スマートフォン向けの高額な料金プランから、 若干の割引をした初期の料金プランは、現在も廃止されておらず、また戦術のようにガラホを取り扱う MVNO が出始めたこともあり、データ通信を多用するヘビーユーザー向けの選択肢も充実しつつある。またガラホを製造しているメーカーについては、当初はシャープ1社のみだったが、ドコモの参入に合わせて、富士通がソフトバンクの参入に合わせて、京セラが、 それぞれガラホの開発に乗り出した。3社が従来型フィーチャーフォンからガラホへの移行に注力する中、パナソニックだけが従来型フィーチャーフォンを継続して発売していたものの、こちらもかろうじて在庫のあった部品を利用しての生産であることが明かされており、P-01H 発売1年後の2016年末までには i モード e 携帯すべての出荷を終了している。 それと入れ替わるかのようにパナソニックもガラホ P-01J を開発し2016年11月4日に発売を開始した。現在のところすべての機種で OS に Android が使用されている。また一時は Firefox OS を使用したフィーチャーフォンの開発が示唆されていたこともあった。これまでのフィーチャーフォンと使用感を統一するため テンキーを搭載した筐体にするだけでなく、OS もスマートフォン用と比べて大幅に回収されているのが特徴である。そのため GUI もテンキーによるショートカットが用意されるなど、片手操作を前提とした従来型フィーチャーフォンに極めて近い形式となっている。ただ、回収元の OS がスマートフォン用であることから、ブラウジングにおいてボタン操作を受け付けない。 スマートフォン用サイトに接続されるなど、タッチ操作を余儀なくされる場面が生じる、可能性もある。この対策として、テンキー部分を指でなぞると、ノート PC のタッチパッドのように働く機能が多くの機種に搭載されており、ボタンとタッチを合わせたほとんどの操作が片手持ちのままで使い分けられる設計となっている。それと合わせて、フィーチャーフォンの根強い指示の要因にもなっている。 充電後の長時間稼働を実現するために、バックグラウンド通信を可能な限り遮断する回収も施されている。ガラフを最初に開発したシャープによると、当初はタッチパネルを搭載することも検討したが、搭載すると、天ー側から画面側に持ち帰る、もしくは両手を使う必要が出てしまい、フィーチャーフォーン同様の操作体系を阻害するため、採用は見送ったとのこと。 後に参入した富士通と京セラが開発した機種でもタッチパネル非搭載が踏襲されている。ただしタッチパネルの代替機能に関しては差異があり、富士通は画面内のマウスカーソルを十字キーで動かす形式であるが京セラではシャープと同様の点キー部分を指でなぞる方式をとっている。機能面は従来の柄ーに搭載されていた機能の一部が スマートフォン用のもので置き換えられた形となっている。一例として、インターネット機能では従来は、イスウェブや i モードを閲覧するための簡易ブラウザと補完的に用いるためのサードパーティー製フルブラウザの2種類を搭載していたが、ガラホでは、アンドロイド標準のフルブラウザに一本化されている。ウェブサイトへは、自身をスマートフォンとして通知するため、 従来型の携帯サイトへは接続できず、スマホ対応サイトでは、スマホ用ページが、それ以外のサイトでは、PC 用ページが表示される。また、アプリによる機能追加は、Easy アプリや i アプリに対応しない代わりに、スマートフォン用アプリをベースに天気操作のための回収や動作確認がなされた、カラホ専用のアプリが、キャリアやメーカーを経由して配信される。 またスマートフォン市場で特に人気の高いアプリは配信とは別にプリインストールもしくはインストーラーが同梱されていることもある。スマートフォンとの違いガラホはスマートフォンと同じ技術を用いていても設計及び想定されている用途が全く異なるため使用にあたって注意が必要な部分がある。例えば Google アカウントを本体に設定し Gmail など Google が提供する。 各種サービスを公式アプリで連動させて使うことはできない。利用する場合はブラウザから登録。またアプリのインストールについては Google プレイに非対応であることに加え、いわゆるノラアプリのインストールについてもロックがかけられているので、メーカーやキャリアが配信する専用アプリ以外は基本的にインストールできない。Google プレイへの対応並びに、戦術のアカウント設定などには、 省電力化を優先して OS にバックグラウンド通信を遮断する回収を施したことや端末の製造元が GMS ライセンスを取得する必要がありタッチパネルの搭載が取得の基本要件となっているためと考えられるまたノラアプリに対するロックもタッチパネル搭載を前提としたアプリが多く正常な動作が保証できないためと考えられるただ 専用アプリ以外のアプリがインストールできないことによってスマートフォンにおけるウイルス感染の大きな原因である偽アプリのリスクを大きく減らせるためスマートフォンよりも相対的にセキュリティが強固になるという副産物的なメリットも生んでいる。第18から19大総務大臣の高市さないは公務にガラホを用いる理由としてこの点に着目したと伺える発言を残している。 しかし、アプリをインストールできないため、ガラホを用いたモバイルバンキングの場合、金融機関が採用するパッケージによっては、スマートフォン向けのサービスを使用するゆえに、ワンタイムパスワード使用のためのソフトウェアトークンを導入できないため、結果として、ガラホではモバイルバンキングが利用できないとしているケースも少なくない。ワンタイムパスワードをハードウェアトークンや e メール、SMS、 インターネットバンキングの会員カードに記載された乱数表を用いる金融機関であれば、パソコンやスマートフォンは、もちろんのこと、フィーチャーフォンのような操作性と同様とはいかないものの、かろうじて利用できる場合もある。なお、これらの問題に対しては、OS の開発者オプションという機能を用いて、アップックファイルをパソコンから転送するなどの方法を用いれば、 アプリを自由にインストールすることも不可能ではないが、本来は文字通りアプリ開発者が動作検証などを行うために用いる方法であるため、問題が発生しても自己解決が前提となる。ガラホと告示した外見で過去に発売されたスマート携帯と呼ばれる製品群は画面がタッチパネルであり OS の回収も高幅なため、アプリのインストールが自由にできるなど、 完全にスマートフォンとして設計されている点が最大の違いである。しかしその実態はフィーチャーフォンの筐体にスマートフォンの中身を強引に一色したような無謀な設計であったためフィーチャーフォンとスマートフォン双方の欠点ばかりが合わさってしまい商品展開は短命に終わった。ガラホの開発に際しタッチパネルの採用を見送ってでも片手操作にこだわり バックグラウンド通信の抑制など省電力化に力を入れたのもこのスマート携帯での反省を取り入れての方針であるという。あくまでもフィーチャーフォンというコンセプトの下で機能を絞り込んだ設計である点はどの機種にも共通しているが、その一方でキャリアによって取り扱う端末の傾向には微妙な差異が見られる。KDDI では基本的に全機種が LTE に対応する。機能面では、高齢者向けに特化した、簡単携帯回封32を除き、すべての機種で、タブレットとの荷台持ちを意識した、デザリング機能や、パケット料金の節約に役立つ Wi-Fi 機能を搭載するなど、従来型フィーチャーフォンとスマートフォンの中間的な端末として位置づけられている。このうち2015年春から発売されている、アクオス系シリーズは、 従来型フィーチャーフォンのハイエンド機種の流れを組んでおり、約1300万画素のカメラ、スナップドラガン400のクワットコア CPU などを搭載する。一方、2016年2月19日に発売が開始されたグラティナ 4G 回付31はアクオス系シリーズと比較してスペック及び、販売価格はある程度抑えられており、NTT ドコモや、 ソフトバンクが低価格志向であることを受けて投入したことが見受けられる。また三大キャリアで KDDI は唯一自社サービスの au スマートパスでガラホ用アプリを配信している。NTT ドコモは2015年夏に発売した SH-06G および回 -05G ではこれらの機能は搭載せず従来型フィーチャーフォンの OS だけを置き換えたような 絶景となっている。カメラが約500から800万画素、CPU もスナップドラガン200のデュアルコアであるなど性能を抑えた代わりに価格も手頃で従来型フィーチャーフォンのローエンド機種の流れを組んでいる。その後、大手3社でいち早く法人向けフィーチャーフォンの柄他を手掛け、2016年2月にカメラレス携帯 SH-03H を発売した。 その後、2016年の秋に、KDDI に追従するように、LTE 対応や Wi-Fi 機能搭載の端末を発表したが、KDDI のようなスペック重視の端末は見られない。加えて、自社サービスの D マーケットでもガラホ用アプリの配信は行っておらず、インストールできるのは、各端末のメーカーが用意したもののみである点も、KDDI と異なる。ソフトバンクが扱う端末は、 ソフトバンクブランド、Y、モービレブランドともに、LTE および Volt への対応は早かったが、ドコモと同じくテザリングや Wi-Fi には、全機種が対応していない状況だった。また、クワットコア CPU を搭載するが、KDDI のアクオス系で採用されたものより、動作周波数は低いなど、ドコモほどではないが、やはりこちらも、性能よりも、価格の低さを重視している傾向にある。 また、大型のボタンなどが特徴的なシニア向けに特化したガラホは同社の艦隊携帯級ソフトバンク 505SH が最初の機種となる。また、ドコモと同時期となる2016年の秋に Wi-Fi 機能などを搭載した端末を発表したが、やはりスペック重視の端末は見受けられず、ガラホ用アプリの配信も行われていない。ありがとうございます。